まあ、最近暑いですよね。で、まあ、今年になってから、まあ、簡単なやつなんだけども、そのシャワーを作ったんだよね。で、この毎日のように浴びてるんだけどさ、まあ、最近はさらにさ、その暑さに、梅雨が明けてさ、暑さに拍車がかかってきてさ、もう毎日どころか1日2回か3回ぐらい浴びてるんだよね。やっぱり、もっと早くシャワー作っておけばよかったなっていう。こんなに、シャワー浴びるだけでも気持ちよくなれるんだというね。なんていうのかな、汗で体がベトついてるとさ、それだけでも気持ち悪いしさ、その気持ち悪さでさらに、こう、いろいろな作業レスポンスが下がっていくじゃん。例えばまあ、俺の場合は、毎日 YouTube とか動画とか、YouTube とか、あとブログとか、まあ、いろいろやってるわけじゃん。記事を書くにしても、やっぱり、こうさっぱりした状態だといい記事書けるしね。ミスも少なくなるしね。もう、だから、あ、ちょっと体ベトついて不快だなと思ったら、もうすぐポリタンクにさ、こう水溜めて、もうバーって。まあ、滝行みたいに浴びてるんだけどさ。まあ、ちなみに、今、俺が思ったことラジオ撮ろうと思って、で、あ、でもちょっと体ベトついてるから、ちょっと一本撮る前にシャワー浴びようと思って、浴びてきたばかりなんだけども。まあ、おかげでちょっと、まあ、さっぱりした感じでね、こう、口も流暢に回るようになってさ。まあ、ちょっとね、これがやっぱり汗でベトついてる状態で喋ると、その不快感の方に気が取られてしまって、やっぱり、いい喋りはできないと思うんだよね。まあそういう意味で、ちょっと、シャワーって改めてすごいなっていうのを、まあ今日話したかったんだよ。もうそもそもさ、まず、一番最初、小屋暮らしをするときに、まず、シャワー立てとけよって話なんだよね。最初にさ、まず、水を引くじゃん。まあ、井戸掘って水確保して、で、電気、業者に頼んで確保してって。で、もう一個、あと、シャワーを確保しとけと。こう、やっぱりさ、こう、なんだろう、細かい作業が多いんだよね。なんか、1ミリ単位でこう、測定するとかさ。で、結構、疲れてる状態でやったり、作業したりするとミスが多いわけだよ。まあ、まだ最初のうちはいいけどさ、こう、何日も、こう、連続で小屋建ててると、こう、ねえ、やっぱシャワーもない状態で風呂にも入んないで小屋建ててるわけじゃん。で、もうやっぱり、汗でベタベタしてる中、こうね、作業してると、やっぱそれでミスるからね。あ、ちょっと、体に不快感を感じたらもうすぐシャワーを浴びろと。まあ、俺はそう言いたいね。これからまあ、ちょっと小屋暮らし、考えてる人は、まず最初に、水、あと電気、あともう一個こう、シャワーの確保ね。この三つを揃えてから、まあ、小屋の建築に取り掛かってはいかがでしょうかね。やっぱ何事もね、気持ちいい状態で作業したいからね。じゃあ今日は、シャワーについての、お話でした。